こんにちは、ナビゲーターの佐藤です。辻先生、今日もよろしくお願いします。お願いします。辻先生は試行錯誤した時期が2年間あったっていうことなんですけど、うんうん、どういうことで試行錯誤してたんでしょうか？試行錯誤してたっていうのは、その広告、テレアポから、はい、そのダイレクトレスポンスの広告の方に移行するときに、はい、完全に移行して結果が出るまで2年間かかったと、はい、で、ダイレクトレスポンスの結果が出るゴールは何かっていうと、はい、お客さんからチラシを、はい、広告でお客さんの方から太陽光発電に興味がありますと、ぜひ見積もりをしてくださいっていう電話がかかってくるっていうのをゴールにしてたんだ、はい、で、まあ、そういうのももちろんね期待して広告を打つんだけど、はい、まあ来ないよね、来なかった、最初の頃来なかった、はい、で、いきなり広告に移行するのも怖かったから、はい、テレアポをやりながらもで広告もやりながら、はい、ポスティングして、でそのポスティングした地域を後からテレアポで追客するっていうかね、はい、やるっていうことをやったのよ。で、まあ、もちろん自分が作ったポスティング広告へポスティングやって、はい、その後この地域電話しようって言って電話かけて、はい、で当時作ってたのが有名な、すごい有名なキャッチコピー、多分ダイレクトレスポンスを知るきっかけになった人はみんな知ってるだろうっていう、まだ無駄な家賃を払い続けますかっていう、あの有名な広告 をパクった、まだ無駄な光熱費を払うんですかっていう何の考えもないそんなタイトルのチラシを配ったの、はい、で、まあどうせポスティングするんだったらたくさん配った方がいいとかいう、まあ、意見もあったし、はい、もう1回のポスティングでたくさんチラシを配ってたっていうのも、まあ、いろんなことをやってきたのよ、はい、でその後電話もかけるんだけど、先日まだ無駄な光熱費を払うんですかっていう広告を入れたんですけど、はい、ご覧になりましたかって言って電話をしてたのよ、はい、で、僕は、まあ、男だからっていうのはあるかもしれないけど、あんまりね、そのなんだよそれっていうふうに怒られなかったね、はいはい、だけど無駄な光熱費って結構きつい言葉だし、はい、強いちょっと刺激的な言葉だから、はい、これは人によってはね、嫌味なく電話で喋るのには結構難しいよなと、はい、もしかしたらそのアポインターさんにはちょっと難しいかなと思ってたら、やっぱり案の定、はい、怒られましたっつって、無駄ってどういうことじゃこらなんて言われましたっていう声も上がってきたのよ、はい、やっぱりかっつって、でこのフレーズはちょっと難しいよなと、電話で後から電話する分には、はい、で、まあ、やってみたんだけどあんまり効果もなくて、はい、で有名な例えば他の業界ですごい当たった広告っていうのをそのまんま丸パクリして使ってもあまり効果がないっていうのがなんとなく分かってきたのよ、はい、でやっぱ自分で作んなきゃなと、はい、自分のオリジナルのものを作っていかなきゃなって言って、またそこから試行錯誤が始まるんだけど、はい、その時何を参考にしたかっていうと、当時ね情報商材っていうのが流行ってたのよ、うん、インターネットとかでミクシーで月90万円稼ぐ方法とか、はい、ヤフオクで稼ぐ方法だとか、はい、あとなんだっけな、まあ、彼女を作る方法とか、はい、痩せるダイエット法とか、はい、なんかそんなんがあったりとか、まあ、中には札束握りしめてなんかニャーって笑ってる、はい、なんかひげ面のね、なんかいかにも怪しい、はい、なぜかサングラスかけてて怪しい写真があって、あなたも私はこの通りお金と時間を手に入れましたと、はい、あなたも手に入れませんかみたいな、まあ、見ながら羨ましいなと思いながらも、はい、もう本当かよっつって怪しさ満載、はい、買わなかったけど僕は、やっぱ中には詐欺同然の情報商材っていうのがあったらしいし、はい、まあでもね、それら その情報商材のセールスレターって結構面白いのよね、うーん、思わずちょっと読んじゃうんだよね、へーっつって、で気づいたら最後まで読んでるみたいな感じにもなってるし、はい、ああでも唯一、情報商材買ったやつはある。何ですか？ネットビジネス大百科っていうのは買った。へー、うん、当時で2006年だったから、
なんかモニター販売っつって5000円でって言って、はい、その5000円のをクレジットカード支払うのももう本当ドキドキしたのよ、はい、これ大丈夫かなっつって、はい、悪用されるんじゃねえかなとか言ってすげえ、はい、まあ、今思えばなんでそんなことで、ね、悩んでるんですかみたいな話なんだけど、はい、そういうものに対してお金を払ったこともなかったし、うん、確か当時ねクレジットカード決済だけだったと思うのよ、うん、だからクレジットカードでお金払うのがすごい嫌だったっていう記憶はめちゃくちゃあって、はい、俺は騙されてないかっつって何度も何度もそのネットビジネス大百科のレターをもう、はい、隅々まで読んで、はい、俺は本当に大丈夫かっつって、でもう今5000円でっつって書いてあるから5000円だったらまあもう勉強代だと思って、はい、もう買ったのよ。もう何が一番嫌かっていうと、あんま僕はそういうの買わないんだけど、はい、なんで買わないのかっていうと、なんか騙されるのが嫌だからこんなしょうもないものに俺騙されて買ったのかと思うとすげえ嫌だったから、はい、基本的に買わないんだけど、でもネットビジネス大百科だけは買った。唯一買った情報商材はそれ、うん、唯一買って、で中身はすげえ良かった。うん、セールスレターの話とかがすごい良かったから、はい、これはもう本当何度も何度も聞いて、はい、その2人 その人がこう掛け合ったり対話してる部分とかあるんだけど、はい、この人の空気感っていうのをものにしようと思ったし、うん、あ、この空気感はあ、ね、成功してる人たちの空気感だっていうのを聞いてて分かったから、はい、羨ましいみたいな俺もそうなりてえわとか思ったんだけど、だけど、まあ、僕はそれで何を思ったかっていうと、そういう情報商材っていうのは無形のもの、はい、形のないものを売ってるわけよ、まあ、ノウハウだとかそういうのを売ってるわけなんだけど、そういうのをこう売ってるってことは僕らのその高額な商品を売ってるのと多分近いものがあるなと思ったんだよ、はいはいはい、だからオンラインでやってるやつをこれから僕がやってる訪問販売、はい、通信販売から訪問販売へ、はいはい、オンラインからオフラインの世界へ持ってこようと思ったの、はい、あのやり方を、うん、オンラインではどうもなんか僕は知らなかったけど、もう蔓延してるらしいんだよ、はい、もうよくあるやり方らしいんだけど、はい、僕はそれ全然知らなくて、でこのやり方をオフラインの世界へ持ってこようと思ったのよ、はい、訪問販売の世界へ持ってったらきっとうまくいくはずだっつって、でやってったんだよね。で、まあ面白いからその人たちの書いてるやつって、はい、買わないんだけど文章は面白いから、まあ、結局最後まで読んでたとかがあるから、はい、それを全部印刷して、はい、紙にバーってこれはこういう文章だみたいなことをこう分析して書いてた、うん、それもやっぱり心理学かなんかが入ってるんですか、うん、入ってる入ってる、うん、めちゃくちゃ入ってる、うん、まあ、パソナの法則とかアイダの法則とか、はい、クエストフォーミュラとか、はい、あるから、まあ、そういうのを当てはめていって、はい、ああこれはパソナの P だなとか、うん、こういうのずっとこう分析してやってて、はい、でこういう時にこういうこと書くのかとか、はい、なるほどとか思いながらもその気になったやつっていうのをもう全部紙に印刷して、はい、もう同じように模写して、はい、何度も何度も書いてこの人の書いているその空気感っていうのをその自分の肌感覚に落とし込もうと、はい、自分のこの指に落とし込もうと思った、はい、だから文章の練習をするっていう意味も含めて全部模写してずっと書いてて、うん、で、そうなってくると多分好きなその人と、はい、あんまり好きじゃない人みたいなのが出てくるんだよね、はい、僕は、当時神田正則さんだとか、はい、マーケティングトルネードの佐藤さんとかの、はい、そのセールスレターが結構好きで、はい、その人の書いたやつとかホームページとかあさってもう分析めちゃくちゃしてたのよ、はい、これはこうやって書いてるんだなっつって、で、まあ、当時、ミスター X だとか、はい、平さんとかのやつがもう売ってたんだけど、2006年とかその辺だったと思う、うん、うん、平さんとかミスター X あんまり好きじゃなかった、はい、なんかどうもなんかねナンパのやつを売ってたらしいけど、はい、なんか経営には必要だみたいな、はい、なんか詐欺的な感じだみたいな後になってこうバーって言われたけど、はい、僕あんまりこれあんまり好きじゃないなっていうのがあって、はい、あんま買わなかったんだけど、まあ、全然買ってないんだけどね、はい、お金がなかったから買えなかったっていうのもあるんだけど、はい、
そのセールスレターであんまりこれは俺好きじゃないなって、もうなんかその好みの問題でね、はい、この人の書き方好きだからって言って、この人の書き方を真似しようと思って、はいはい、バーって書いて真似して、で、好きじゃない人の書き方っていうのは参考にするぐらいで、まあね、真似まではいかなかった。でも書いたよ、全部バーって書いて。で、当時全盛期だったミクシーも始めて、で、ミクシーで何やってたかっていうと、文章の練習をするっていうのと、同じ太陽光発電の営業マンを集めようと思ったのよ。でも、そう、ちょうどね、もうネタバレすると、その当時ミクシーやってた時も僕も苦しんでたのよ。どうしたらいいんだろうっつって。そしたら同じように苦しんでる人たちがいっぱい来るのよ。友達申請に来るのよ。どうしたら売れますかっつって来るんだけど、いや俺も悩んでんだよねとか思いながら。 でもまあ、こうやったら売れますよみたいなことを書いたりしてたな。で、そこで気づいたことがあるのよ。ずーっとやってて、その試行錯誤2年間そんなことをずーっとやって、で、とにかくずーっとやり続けたのは模写するってこと、書きまくってずーっとやった。で、そこで気づいたことが3つあって、1つが、売れる広告には営業トークが入ってるってことで気づいたね。セールストークね。これはランディングページでもホームページでもいいんだけど、とにかくセールスレターって言われるように営業が使うようなセールストークが入ってるって気づいた。で、2つ目が、文章には書く順番があるっていうのも気づいたのよ。パソナの法則だとか、アイダだとか、クエストとかいろいろあるんだけど、まあ、中身一緒だわ、あんなもう言い方が違うだけで、中身一緒なの、言ってることは。で、あ、なるほどと。こういう順番で書いたら、人は思わず読み続けてしまうんだなっていうのが分かった。で、3つ目が、とにかくじらすと。全部見せないっていう。ことに気づいて、この3つを発見したっていうのが、大きかったかな。これで、あ、じゃあ僕がやってきたやつっていうのは、もう要は最初から全部見せてるとか、全部見せた方がいいとかいうのもいろいろあって、どうしたら一番いいやり方なのか、どういうやり方が一番自分に合ってるのかっていうのが分かんなかったから、とりあえず全部やってたのよ。特にね、アメリカのやつを真似したらお客さんからクレーム来たしね。そのまま真似して書いて、どうですかってやったらね、なんで失礼なこと書くんだとか 言われて、あちゃーっつって、契約寸前のお客さんがキャンセル来ちゃったみたいな。 そういう痛い目もいっぱい見たけど、それも実際やってみな分かんないんだよね。本に書いてたもんだって。アメリカではこうやってオレンジを売りまくってた人がいてるとか、サングラスをこういうレターで売りまくってた人がいてるっていう、そのレターを真似して同じように太陽光発電に変えて書くのよ。で、それをいざお客さんに褒めにやってみるのよ。そしたら失礼だとか言って言われたりとかね。あちゃーっつって、アメリカの事例は日本では通用しないみたいな。 そんなんもあって、徐々に徐々にやっぱ売れる文章の書き方っていうのが分かってきたかな。それがそのもうほんと2年間、試行錯試行誤2年錯誤間。の2年間、もういろんなことやって失敗は山ほどしてきた。なんかすごい人でさ、失敗してませんとか言う人いてるかもしれないけど、絶対すれやれ、絶対失敗してる。だって初めてやることなんだもん。 失敗して当然じゃない。 その失敗を隠してるだけだと思う。僕はオープンにしてるから、なんでかっていうと、多分うわ、すげえな、このノウハウと思ってやり始めた人って大抵みんな最初失敗するのよ。ずっとやってる僕からしたら、なんでそんなことするのよっていうこともあるんだけど、素人だからやっちゃう失敗談っていうのもあるのよ。で、そこで失敗が続いた時に、あ、俺はなんてダメなんだって思っちゃう人がいて、心が折れちゃう前に、いや、俺も失敗してるんだよと。 今なんか俺偉そうなこと言ってるけどみたいな、山ほど失敗してるからと。2年間続いてきたからね。で、そのおかげで今がありますよっていうことをね、みんなお伝えしたいなと思いました。辻先生、今日もありがとうございました。はい。